インソール、靴の中敷きといってもピンからキリまであります。何でもいいというわけではないので、選んではいけないものを知っておくことはとても重要です。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。このチャンネルでは、足のさまざまな悩みを解消したいという方にとって重要な目から鱗の情報をお届けしていきます。今回のテーマは、選んではいけないインソールベスト3についてです。インソールといっても本当にさまざまなものがありますので、選んではいけないものというのも当然出てきます。それを知っておくことで、あなたは正しいインソールを選ぶことができるようになっていきます。では今回の内容です。まず、選んではいけないインソール第3位、選んではいけないインソール第2位、そして選んではいけないインソールの第1位、最後に選ぶべきインソールもお伝えしております。今回の動画をご覧になることで、あなたはもしかしたら今あなたが履いているインソールのせいで今の足のお悩みが出ているのかも、そのあたりまで詳しくわかるようになります。ではまず、選んではいけないインソールの第3位です。それは、土踏まずを持ち上げるアーチサポートインソールです。アーチをサポートする土踏まずを持ち上げるインソールというと、何かすごく足に良いのではないかなと思う方が多いのではないでしょうか。実際に土踏まずはないよりはあった方がいいですし、そのようなインソールはとてもたくさん売られています。ただ気をつけていただきたいのが、このインソール何が問題かというと、まず土踏まずというのは原則上がったり下がったりすることで機能をしているということです。どういうことかというと、例えばこちらが土踏まずだとします。土踏まずというのは高さがあることに意味があるのではなく、もちろんこれ自体にも体に力が入りやすくなるなどの効果はあるのですが、足が着地した時にこの土踏まずが潰れることによって衝撃を吸収しているというのが一番の機能になっています。なので、その衝撃は膝や腰に上がってこないのですね。ただもしもその土踏まずを持ち上げてしまうとどうなるか。持ち上げるということは、基本その下に物を詰めて落ちないようにしているということになるはずです。そうすると、土踏まずは落ちることができなければ衝撃吸収の機構は働きません。なので、膝や腰に多大な負担がかかってしまうのです。しかし、この土踏まずを持ち上げるアーチサポートのインソールというのは、もしもあなたが例えばどこかの販売店でこのアーチサポートインソールは効果があるのですよと言って実験などをしてもらうと、体に力が入りやすくなるなどの実験はできてしまうのですね。なぜかというと、土踏まずの持ち上がった状態は確かに先ほどもお伝えしたように体に力が入ったり安定したりという効果はあるからです。そういう側面からだけで見ると、このインソールは効果があると言えます。ですから、パフォーマンス、運動のパフォーマンスなどももちろん上がるのですが、ただ衝撃を吸収するという力は足の力を失ってしまうことになるので、体がどんどん傷んでいってしまうということになるのです。ですから、アーチサポートのインソールという名前がついているものは用心してください。そしてアーチをサポートするのも、後ろの方だけちょっとサポートしてて、前の方、土踏まずの前の方はまだ落ちる余地があればいいのですが、完全に全体に土踏まずをバチッと持ち上げてしまうようなものを履いてしまうことはできるだけやめましょう。もしかするとこのアーチサポートインソールのせいで、あなたは膝や腰が痛くなっているのかもしれません。では、選んではいけないインソールの第2位です。第2位は、これは衝撃を吸収するインソールになります。衝撃を吸収するインソールの何が悪いかというと、これは第3位のアーチサポートインソールがダメな理由と少し近づきますが、足というのは土踏まずが上がったり下がったりすることで衝撃を吸収する機構になっています。なのに、もし下が柔らかい
ぐにゃぐにゃのインソールを履いてしまうと、どうしても足が安定しない分、普段から土踏まずを潰して親指に力を入れてベタッと足を使うような癖になってしまうのですね。そうすると衝撃吸収機構である土踏まずが働かなくなります。ですから下が柔らかいというのは足自体の機能を発揮できにくくなるということですね。例えばそれらのインソールはどんな感じかというと、こういうインソールですね、柔らかいインソール、こういうインソールを履いてしまうと足は安定しません。ですから理論的にもそのような言い方ができますし、体感的にも疲れるのが早くなったり、あとは安定しないからぐらついたりというふうな形の体感が出てしまいます。ただこのインソールは履いた感触はいいんですね。柔らかいので履いた感触はクッションがあっていいような形になります。ちょっと例えて言うならば、砂浜を歩くと足は柔らかくて気持ちがいいですが、ただ砂浜を歩くと疲れてしまいます。安定はしません。あれと同じような形になってしまうのですね。ですから足が無用に太くなったり、早く疲れたりむくんだりしてしまうことになっていきます。柔らかいインソール、これはできるだけ避けた方が良いですね。では選んではいけないインソール第1位についてですが、これは実を言うと、今髪型とかちょっと服は一緒か、髪型とかはちょっと変わってると思うんですけど、これ取り直しをしてるんですね。でなぜかというと、一度取ってからよく考え直して、これは絶対皆さんに伝えないといけないやつがあるなと思って、ちょっと取り直したんですよね。でじゃあ、1位は何かというと、怪しいインソールですね。怪しいインソールで、今まではどっちかというとその機能的な話で、こういう機能のやつはダメだよとかいう話だったんですが、絶対に皆さんにちょっと選んでほしくないインソールをちょっと思い出しましてね。で何かというと、これ私結構患者さんからこんなん買ったんだけどって言われるんですけど、それはっていうやつがあるんです。で怪しいっていうのは、まあ端的に言ったらもう価値に見合ってない法外なやつなんです、値段が。でインソールの相場っていうのは基本的には、まあ、既製品でだいたい5000円前後ぐらいまでですね。ペラペラの安いやつだったら500円とか1000円とかでありますけど、まあさすがにあれなんで、既製品の普通のやつだったらだいたい5、6000円ぐらいが一つの相場なんですね。高くても8000円ぐらいですよね。でじゃあそれをオーダーメイドにしたらどうなるかというと、まずそもそもがオーダーメイドしか取り扱ってないところって、まあ、そんなになくて、既製品もやっぱ持ってラインナップ持ってるところがほとんどなんですけど、そういうところで大体2万円から3万円までぐらいがほとんどですね。よっぽどいいところのやつでも5万円はしない感じ。ただ私患者さんに言われたりするのが、ちょっとなんかほらイベントなんていうの、あんまり名前言うのもあれですけど、雑貨店みたいなところの、コーナーの一角借りてね、催事でこんなありますよって売ってるところがあってって言って、でそこで足の肩取ってもらって作ったんだけど、でいくらだったんって言ったら、8万とか10万とかって言うんですよね。でそれが本当にいいもんだったら、私それはそれでもまだ価値があるなっていうふうに思うんですけどね。でじゃあそれどんなのなんて言って、ちょっと名前教えてホームページ見てみるからって言うとね、まずそもそもホームページがないんですよね。ないかもペライチって言って、ほとんど何も書いてないようなもうペラペラのやつで、これもすごい言いにくい、まあ中には例外ももしかしたらあるかもしれないですけど、基本的に今の時代ちゃんと自分たちの商品についてホームページでその価値とか、もっと言えばそのこういうところをなんとかするために作ったものですよというのを訴求してないところって、まあちょっとどうなのっていうところなんです。で実際物を見せてもらっても、もう全然私たちの目から見たらもう全然っていうやつですね。ですごくその患者さんとかがっかりしてるんですけどね、まあがっかりしますわね。だから機能的に良し悪しとかっていうのは判断しにくいし、なんていうんですかね、それはそれなりにその会社もまあ考えて作ってるかもしれないですけど、まあ基本的に一番選んでほしくないのはもう そういうやつです。法外のやつですね。でただ皆さんはリテラシーって言って、どれぐらいが基準になるかっていうのはあんまりご存じないと思うんで、一応でそこで気をつけてほしいのが、まず大体既製品のラインナップも普通あるよと。
で既製品試してみて、それでうーんっていうふうに思うんで、いいなと思うんであればオーダーにしても間に合うんでね、うん、でそれで5、6000円ぐらいで既製品はあります。でオーダーメイドをしたとしても3万円前後ぐらいまでですよね、大体。うん、それが8万とか10万とかなって自分でちょっとホームページ調べようと思ってもないようなところはもうまずやめといた方が無難です。そういうところにお金使うのだけは一番もったいないなと思って選んでほしくないっていうのをちょっとそっちに切り替えました。この頃やっぱりそういう風なのも増えてきてるんでね、ややこしいところも増えてきてるんで、ぜひともそこは注意していただいて、もしも大丈夫かなと思ったら一回まずそうやって調べてみることですよね。今情報っていうのは上がってるんでね、はい、ということです。では最後に選ぶべきインソールについてお伝えしておきます。でこれは特に外反母趾の方なんかは、おすすめなのが過剰介内オーバープロネーション対策を施したインソールです。インソールのメーカーも今はもうほとんどがホームページを持っています。ホームページを持っていないという時点でそのインソールメーカーは少し注意した方が良いのですが、インソールについて詳しく語っている中で過剰介内というものに対して対策をしているというインソールは安心ができます。なぜかというと足の病気のほとんどは過剰介内からスタートしています。ですから過剰介内対策をしているということは外反母趾をはじめとした足のさまざまな疾患に対応しているということになります。ぜひともホームページをチェックしてみて過剰介内対策をされているかどうかを確認してみてください。もちろんそのホームページで言っているだけという可能性もありますが、しかし言っていないよりは、十分に可能性があるということになります。私のおすすめはあえて一つメーカーを挙げるとすればインパクトトレーディング社のスーパーフィートシリーズがおすすめです。こちらはしっかりとした過剰介内対策をされたアメリカ足部医学ベースのインソールになっています。しっかりと効果もありますし私どももおすすめしています。もしどれか迷った場合は一度スーパーフィートを履いてみてください。いかがでしょうか。インソールも選び方というのはあります。どれがいいかも知るのは大事ですが、どれがダメなのかを知るのも重要だということです。気をつけてこれからは見てみてください。